こんにちは、こんばんは。始まりました、ドラマチックシネマチックシネマパーソナリティの松岡ひとみです。そしてドラマ映画プロデューサーの森谷武さんです。こんにちは、こんばんは。森谷武です。よろしくお願いします。お願いします。森谷さん、今日はどちらからですか？いつもとちょっと違うところです。違いますね。はい、あの、はい、あれ松岡さんもなんかいつもとちょっと違うところですよね。これ白と黒ね、ね、白と黒じゃないわ、ね、紅白で おめでたい感じですよね。そうですね、おめでたいところにおりますので、はい、もう来月から僕ちょっとあの、はい、クランクインするものがあって、その準備の真っ最中ということで、はい、大変だ。そのスタジオの一角からちょっと僕もあの、はい、お届けしているという感じでございます。はい、よろしくお願いします。まあ、映画の準備は大変なんですけど、それでも映画も見ておりますので、はい、ですよね。まだそんなお話ができるといいです、はい、さて、はい、今日の、ね、ゲスト、もうツイッターではもちろん告知をしておりますけれども、はい、この方が出ていただけるんですか？本当でございますよ。ありましたけれども、はい、じゃあ森谷さんから紹介していただきましょう。はい、それでは本日のゲストでございます。5月13日金曜日、シン・ウルトラマンが公開になり大ヒット中の樋口真嗣監督です。どうぞ。どうぞ。ええー。こんにちは。はい、こんにちは。フレームイン。まさかのフレームインじゃないですか。どういうことですか。ね、どうしたんですか、松岡さん。今のリモートってすごいね。うん、あのフレームインできるですね。あの Zoom 3.0 という最新型のコミュニケーションを使ってやってるんですけど、すごい。これはな、本当さもそこにいるかのような、ね、あの存在感でお送りできると。もう触れそうですもんね。あ、触ってるじゃないですか。ね、ちょっと新しい試みでしょ。はい、いやどうなって CG じゃないんですよね。樋口さんだからこうすごい技術で CG でやってるとかないですよね。もう新しいね。ちょっと楽しくなってきた。やばいこれ。さすが特技監督、ね、あれ、あの、僕も松岡さんと同じ愛知県出身なんですけど、はい、今日はなんか監督は何かお仕事ですか？いや、それが仕事のはずだったんですけど、仕事がなくなってしまって目的がこれだけになってしまった。あとは名古屋飯を食べて帰って。そうなんです。奈々ちゃんがあるって聞いたんだけど、はい、もうなくなってました。なくなってましたよね。あ、そうそうそう、なんか寂しい。シャンプーのポンプ塗ってました。残念ながら、そうなんですよ。だから早いですね、あれ、奈々ちゃんってね。奈々ちゃんはね、確かね、週に一遍どのかって。そうなん、2週間くらいかな。まあお高いんです。高いんです。お高いそう。でもあの皮どうするんですか、毎週毎週皮がの余るわけ。ああ、衣装とかね。衣装か、衣装、ね。ウルトラマンの場合、皮っぽい。皮ですね、ウルトラマンは。うん、名古屋 そのランドマークがあって、そこに奈々ちゃんっていう、ね、お人形がいるんですけど、はい、その子が毎回毎回こうね、なんか PR で季節の風物詩、風物詩になってて、今回はウルトラマンになってたんですけど、うん、せっかくいらしたのに、あ、まあ、うん、いらしたのにもうそれは終わってたと。そういう寂しいですけど、まあ、あの、僕とあの監督は実は一度だけお会いしたことがありまして、それがあのスターウォーズの会という、はい、はい、スターウォーズ好きが集まるという会だったんですよ。じゃあだいぶ前ですか。そうですね、本当エピソード1、そうです、1ですね、はい、1がいよいよやってくるという時の、はい、まだ僕らがスターウォーズにいろんなね、はい、希望とか、はい、もうあの後ない、なくなっちゃったじゃないですか、あの回自体が。そうなんですよ。悟りちゃんですよね。伊藤悟りさんが、はい、本当、伊藤あゆみさんとかもいましたよね、あの時ね。伊藤あゆみさんも俳優の、はい、はい、別になんだろう、同じ業種ってわけじゃなくて、本当にいろんなジャンルの、はい、いろんなフィールドの人が。その頃だってまだ森さん、ドラマのもう映画もう始めてたりはいたんですけど、もちろん、はい、ね、うん、おお、じゃそんな前からだ、何年かぶりに会ったのが、はい、もう、もう本当は僕もそちらに行ってリアルにお会いしたかったですよ。本当ですよ、そしたらね、はい、またまたもう一個画面こっちに作って
謎の境界線を作って。いやいや、ね、これ面白 い、ね。でも衣装合わせしながらこういう番組出れるとやっぱリモートならではですよね。そうですそうです。いやもう本当はドキドキしながらね、ここで本番や、今本番やってます。プロデューサーが衣装合わせに必要なのって、うん、あれですよ。大体あのね、あの役者さんがちょっとごね出したりしたときにいなきゃ困るっていう。あとあの最初のご挨拶ですよね。そうですね。ご挨拶はちゃんとして、そうなんですね、でその後絶対に、うん、やっぱさ、こう思うんだよねみたいな、うん、突然なんだろう、うん、演出家をなんかフリーズさせるようなことを大体かましてくる人いるじゃないですか。でこの話が今流れてまずいな。あ、なんか今ね、うんとも言えても言えない顔になってる。いや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 。そういうこと。いや、ということで、はい、本日のね。本日のドラシネやっていきましょうよ、ほら。ダダ流れだと向こうで。誰かいらっしゃるんですよね、周り。今、スタッフさんが一瞬こちら、その入ってきて、はい、あの静かに荷物を取っていただきました、ね。はい。なるほど。まあでも本当、こういうのがリモートならではですね。うんうん、でも本当ね、衣装合わせっていうのはね、やっぱすごいなんだ。最初にそこで、あの役者さんとの、そうなんですよ、役になっていくかっていうためのね、ええ、ただね、うん、服を着替えるだけと思うじゃないですか。違うんですよ、全く違うんですよ。ですか。だからそ読んだ台本の印象だったりっていうのを、はい、お互いに意見をぶつけ合う最初の場なんですよ、はい、つまりそこである程度セットアップができてないと後で大変なことなんですよね。そうなんです。いや、そんな 大事な時にすいません。いや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 、なんで衣装を合わせるだけなの。いや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 、気持ちを合わせる。そう、衣装のショーはあれですかね、あの着る服のショーじゃないですよ、小道具のショーなんですよ、すべてのショーを合わせる。なるほどなるほど。だから他も時計だったり、はい、靴だったり、はい、カバンだったりと全部そこで揃えて、うん、で役を取られるわけですよね。あ、じゃあ大事な時にすいません、本当に。いや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 、よくわかる、はい、その時にじゃあ、まあ、あの吊るしの衣装とかでやると、あの私この程度なのねみたいになって、慌ててプロデューサーがタイアップ、しょうがない、これ出すかみたいな。めちゃめちゃもう面白いんですけど、すね、その話ずっとしててもいいんですけど、はい、うん、まあ今日はでも井口さんわざわざ名古屋から素晴らしいですね。すごいことですね。でも愛ね、名古屋飯が好きでいらっしゃっちゃう、あの愛知県に いらっしゃるぐらいのことでいうと、何か愛知にご縁があるんですかね。いや、何もないんですよね、これ本当にないんですよ。あったのは、うん、あの、うん、まあご存知かと思いますが、うん、あの東方宣伝部の大野さんというね、はい、まあ、あのボスがいるわけですよ、中日社の、はい、まあ、あの人が強烈でしたよね。強烈な名古屋名古屋名物ですよね、あのその人と私がどうやら名古屋名物だっておっしゃるんですよ、はい、樋口さんが、はい、私名古屋名物なんですって。ナナちゃんと同じぐらいらしいですね。なんかちょっとのぼうの城とちょっとつながりがある。そうそう、のぼうの城の、うん、あの萬斎さんの、萬斎さんが演じた成田長近っていう役を萬斎さんがやったんですけど、うん、その人が結局あの話自体は、埼玉県の行田市というところにあるお城の話だったんですけど、はい、まあ、そこで、まあ、結局戦としては勝ったんだけど、まあ、あの明け渡す、秀吉側に明け渡すという形でトントンになって、そうするとみんななんだろうな、あの住んでる人たちは無事なんだけど、やっぱり偉い人たちはそのままどっかに連れてかれちゃうんですよね、うんうん、連れてかれた先が名古屋だ、そうなんです、そうなんです。大須に、ええ、で大須ですか。大須にお寺を作って、そこで最後、まあ、生涯を終えて、その末裔というのはいまだにこの近辺に住んでると、はい、というのを、その先ほど名前を出した大野さんという人がですね、うん、要は何だろう、何が何でも名古屋にくっつけたいわけですよ。縁もゆかりもない笑顔ですよ。いや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 。そうだったら、清洲会議だったらもうべったりくっつけられるわけじゃないですか。接点ないわけですよ、ぱっと見、うんうん。なんだけど調べて、はい、遺族がいるらしいみたいなのを調べてくるわけですよ。なるほど。で、よしゃいいのに、そのなんかあの、ご子孫の皆さんを呼びつけて試写会をやる、はい、やりましたやったんです。なるほど。なんですか、その時も松岡さんが。あ、そうですそうです、あの兜をつけて、あの犬堂さんと共同監督だったんで、はいはい、
2人ともキャンペーンの、だからキャラとして弱いんで、我々。弱い？いや。ほら、役者さんに比べたら弱いわけですよ。だから、なんか宣伝部が考えたのが、その、兜をかぶれみたいな。なあ。なるほど。すると出てきますよ。で、俺と兜、下は普通の服なんですよ。で、兜それ回るっていう意味がわかる。というなんかキャンペーンを名古屋でもされたという思い出があると。で、名古屋でやったんですけど、しかもその時に、まあ、実はその信夫の城って映画、事実を元にしてると言っても、成田長親のキャラクターってほとんどその和田亮さんっていう人の考えたオリジナルなんですよ、はい、キャラクター自体、で、それをさらに膨らまして、俺と犬蔵さんが調子に乗っていろいろやらかしてるんですよね、萬斎さんであることをいいことに。で、なんかあの、ひょうたんを股間に当ててそこから水がピュッと飛び出したりとか、ちょっとあのキャラクターとしては立派な人というよりは最終的には立派なことをするんだけど、はい、相当変わり者だという、うん、触れ込みの話になってる。はい、そうですね。じゃあその信夫の城は皆さんちょっと確認していただいて、そろそろドラシネの方に行きましょうか。今の話のオチとしては、つまり自分たちの祖先はすごい立派な、そういうなんか戦に勝った秀吉に勝ったお殿様だって聞いてるのに、見たら股間から股間のひょうたんから水がピューって出るようなすごいみんな複雑な顔してなんか映画終わった後そうですね、ご先祖様があって、そうそう、で、まあ、そのご先祖様というか子孫の方が名古屋にいるということで、つながりはそこを私も見つけたと、はい、ことなんです。まあちょっと信夫の城はチェックしてくださいと皆さん、まあ今ということですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ松岡さん、ドラシネ人生ですよ。そうですね、でもね、その、まあ、最新作でお呼びするんですけれども、はいはい、その前にやっぱりこうどうやったらこうね監督になったんだろうか、うん、いつ頃からそれ目覚めたのかっていうところを知りたいなということで、教えて樋口監督のドラシネ人生というのをですね、はい、お話ししたいなと思っておりまして、はいはい、でね、いろんなルーツもありますもんね。いや、もう本当にこのお話を聞いているうちに、まあ、最新作につながる監督のルーツがめちゃくちゃ分かってくるという感じなんで、はい、ぜひお話伺えたらなというふうに思います、はい、なんか隣にいるのがなんか変な感じなんですけどね。隣にいないように見えるから、そうそうそう、だんだん大胆な、はい、これがすごいですよね。距離感、はい、俺多分 ね、ひとみ姉さんとこんなに近くにいるの初めてなんで、はい、ドキドキしますね。いやだ、いいんだけど、見てるとあんまドキドキしない。本当どうなんですか。そんな、なんか近い、こうやって見てるとね、うん、リモートって感じがしますからね、はい、うん、この通りですからね。近い、うん、はい、はい、さあそれではいきますよ、監督が影響を受けたドラマ映画についていくんですけれども、はい、まず、ね、一番、ね、古い記憶から、小学校の時はどんなものをご覧になっていたんでしょうか。いや、もうひたすら怪獣もの、変身もの、ヒーローものですね、はい、あ、やはりそうだったんですね、もう小学生から。第2次怪獣ブーム、うん、いうやつで、本当にね、月曜から金曜、土曜、日曜まで、うん、毎日7時台、ゴールデンタイムは違う怪獣だったり、そのヒーローものの番組やってるわけですよ。はい、お、例えば どんなの。いや、だから、ウルトラシリーズが始まって、はいはい、仮面ライダーがあって、あとスペクトルマンってやつがあって、はい、あとね、そのつぶらやプロが調子に乗って、ね、ジャンボーグエースとかミラーマンとかね。あ、ミラーマン、ありました、ミラーマンありました。いっぱい、もう毎日やってた、ね。そんな毎日やりすぎですよ。土曜日だけじゃないんですか。だけじゃないですか。あら。で、土曜日は、あと、機械だってやつもやってた。ありました、ありました。本当ね、だから、やりすぎだったんですよ。今でもだからってやんないじゃないですか、そんな。もうみんな、あの当時のやっぱ戦後ね、あの高度経済成長を支えた人たちのバイタリティですよね。はい、うんうん、そうですよね、うん、だから戦隊もの、怪獣もの、ね、それが多かった。だからファンタジーな、うん、だって他選択肢ないんですか。あ、そうか、うん、アニメとでもね、なんでもんじゃあるんで、うん、でもいきなりつながってきてますよね、もう。そうそうそう、もう、ね、だからこそこのね、もうファンタジックな、ファンタジックな。え、森谷さんは同じ世代一緒、はい、もう僕66年生まれです。じゃほぼ一緒じゃないですか。日の目ですよね、はい、はい、そうです、そうです。1年だけ
なんかその年に生まれた人は大変な、はい、なんかことが起きるっていう、はい、なんか予言みたいなのがあって、突然ね、なんか人数が減るんですよね。はいはい、そうなんですよ。日の絵馬なんで。日の絵馬でしたね、確か。はい、そうだ。俺らの時、学年11クラスあったのが、一つ下になったら、なんか7クラスぐらいしかなくて、受験とかめっちゃ有利なんですよ。有利だったり、有利な2人。いや、俺は違うんです。俺は65年なんで、勝ち残らなきゃいけなかったんですけど。だけど、その次。じゃあその時代はもう怪獣もの戦隊ものっていう、いやもう本当に監督がおっしゃる通り、もう毎日そういうものを見て過ごしてるって感じでしたね。で、小学生向けの雑誌とか見ると、うん、そういうのなんて言ったら、なんか名前とか、うん、技とか体重とか身長とか書いてあるわけですよ。それ見て、本当だ、本当はそこで勉強とかしなきゃいけなかったのに、脳みそを全部そういうところに使っちゃったもうおかげでもう、ねもう人生狂いっぱなしですよ。いやだからこそね、だからこそじゃないですか、本当に。本当ですよ。うん、女子は何してたんだっけな、女性は女性で違うよ、アタックナンバーワンとか。そうですよね。やっぱり、あ、それもちょっと後魔女っ子めぐちゃんとか。そうです。で、やっぱりそういう時代だったんですよね、うん、なんかね、いや、面白いな、はい、いいな。で、それから小学校ぐらいで、うん、お一人で映画館にお出かけして、はい、っていう、近くにおげ映画館ありましたね、あったんですね、田舎だったんですけど、うん、まあ、なんかでかい映画館、うん、でかいとか、まあ、今でいうとシネコンみたいな、一、はい、つの映画館なんだけど、3つか4つあって、うん、そこで番組入れ替えたりとか、で、しかもなんか、多分勝手にやってたと思うんですけど、東宝東映松竹の、全部やってたんですよ、はい、だから勝手に2本立てとかあって、あ、まあ、でも勝手にできたっぽいんですよ、うん、なんか聞くと、ね、あとまあいろいろフリーダムだったんですね、うん、その映画館、うん、そうですね、なんか館内放送ってあるんですよ、はい、映画やってる最中にですよダメでしょだからそのなんか中裏ナンバーいくつのみたいな、うん、へのいくつナンバー、車を動かしてくださいとかそれはまだいい駐車場の問題だからまだいいんですけど、なんか近所のパン屋から仕入れてきた焼きそばパンとコロッケパンが売店に入りましたっていうのを、映画中、映画中に困りますね、それは。いきなり現実に戻されちゃう、美味しい焼きそばが入りましたっておばあさんが言う、もぎりのおばあさんが言うんですよ。かわいい。でもうちの田舎の映画を見てた人たち全員それ知ってるんですよ、はい、映画ってそういうもんだと思うからいやでもそうじゃないんだみたいな。へえ。でそれで本当初めて、それで、はい、まあ、そういうところがあって、うん、そこでまあ見に行ったりとかしてるんですけど、うんうんうん、本当にだから誰かと映画を見に行くっていうのはいっぱいあるじゃないですか、はい、だから本当何が最初だったかなと思った時に、本当に強、多分もしかしたらその前にあったかもしれないけど、強烈に覚えてるのは、うん、多分ね、小学校3年か4年の時に見た、はい、新幹線大爆破っていう、はいはいはい、でしたわ。しかもそれを学校サボって見に行ってんですよ今だから言えるけど、うんうん、ランドセルしょったまんまよく入れてくれたなと思うんですけど、はい、まあよく行ってるとこだから、ね、なんですけど、でも学校まだ終わってないじゃんみたいな、うん、よく行きましたね、そんな、ね、でサボってでやっぱりね、ちょっとね、まあどういう映画かご説明した方がいいですか、はいはい、ちょこっとお願いします。まあ、あれですよね、あの自分のなんかその、うん、町工場が、はい、まあ、立ち行かなくなって、まあ、借金抱えて潰れちゃうんですけど、うん、その町工場で作ってるのがなんか車のメーターを作ってる会社、はい、でそのメーターを使って新幹線に爆弾を仕掛けるんです、うん、なぜメーターのを爆弾にできるかっていうと、その新幹線のスピードが遅くなると爆発する、うん、最初なんかスピードが出たときはそのままカチッとスイッチが入って、次スピードが落ちたらなんか70キロよりも落ちると爆発するっていう爆弾が新幹線に仕掛けられちゃって、はい、で身代金は何億円みたいな、はい、20億円だったかな、はい、でその 犯人というかその主犯が高倉健さんなんです、はい、で高倉健さんで、一方その新幹線をなんか何て言うんですか、そのあの運転するために、はい、その司令官みたいのが、うんうんうん、宇津木健さんで、はい、で運転手が千葉真一さんで、はい、もうすごいですよ、うん、です大スターが、で犯人の一味は結局その中に爆弾仕入れるために、はい、元角丸派のなんか活動家だった、うん、この間亡くなっちゃった、うん、山本圭さんが、はい、うん、
あと小田彰さんって、あの当時本当いろんなドラマとか映画に出てた、はい、当時のなんか跳ね返った若者をやらせたら天下一品だった小田彰さんという人、うん、はい、その人の3人が犯人なんですよ、はいはい、でそれとその後新幹線の中の話っていうのはあって、うん、まああのポスター見ると新幹線が大爆発してるわけですよ。そうです。そのまんまです、ね、怪獣が好きだったりとかっていうところから、うん、徐々になんとかそれ物騒なものが好きになって日本沈没ノストラダムスの大予言ときて新幹線大爆発ですよ。すごいですよ、でもなんか大好物だったんですよ。何かわかんないんですけど、うん、ちょっとだけ後ろめたいものを感じて、うん、はい、新幹線大爆発、はい、日本が沈没したり、うん、ノストラダムスの大予言っていうのはもうなんか人間が抗うことのできない運命のようなものを感じるんですけど、ね、うん、でもね新幹線大爆発、うん、例えばそれまでは災害だったんです、はい、災害やそのなんかもうとんでもない、うん、災いだったのが、うん、突然犯罪なんです。そうですね、多分それね無意識に俺感じ取ってたんじゃないかな子供ながらに、だから親に連れてってもらえなかったんです。だからか、それで学校もサボっちゃって、そうでその後ろめたさと、うん、映画を見ると、まあ、結局その、まあ、ネタバレになっちゃうかもしれないけど、うん、もういいですよ古い映画だし、まあ、高倉健さんが犯人で最後結局身の代金の受け渡しに失敗して、うん、最後誰も傷つけないつもりで始めた完全犯罪をでみんな死んでいくんですよ、はい、仲間も死んで、あで最後丹波哲郎さんがその警察のなんかリーダーでそれ追い詰められて射殺されるんですよ、はい、射殺されて自分が乗るはずだったコペンハーゲン行きかなんかの飛行機を見上げながら高倉健さんは羽田空港の沖合に沈んでいくんですよ。それが最後なんですよ。そうですね、よく覚えてらっしゃるね。いやもうすごい衝撃的なあれですね。ずっと俺はその学校サボって映画を見てると罪の意識が、うん、そうですそうだ犯罪を犯すと最後こんな目にやった罪の意識だって学校サボったってそこもちょっと罪だしね、罪だ し、うん、罪だし、でしかもなんか結局爆発しないんですよ新幹線は当然のもうタイトルなのに祈ってるのにあこのままだと爆発しないで、さすがにそれはどうかと思ったんでしょうね。はいはいはい、東映だったんですけど、うんうん、東映と映画会社の人も、うん、せめて想像でもいいから爆発するカットを入れろみたいなのでやるんですけど、うん、当然お金ない、お金そんなないから、うん、ちょっとちっちゃい、ちっちゃい新幹線が爆発するんですよ。ちょっと違うな。ポスターほどかっこよくないなみたいな。もうなんか期待していったのにみたいなね。思った爆発じゃないっていうのと、うん、あと爆発を期待した、その映画館の中で爆発を期待しているのは、はい、結局犯人の一味と俺だけなんですよ、ね、誰もいなくて俺しかいなかったこの時そっかそっか、その時間的にもそうだったと思って、うん、じゃあもうすごい思い出のある、ね、作品じゃないですかそれ、はい、一人で見に行ったっていうことなんですね。でも、まあ、最初に映画を見る、うん、一人で見に行くっていうことがもうすでにもう、はい、後ろめたい、分かる、みんなで見るもんですよ映画は。あとやっぱりこうちょっと大人になった感じがするのよね、はい、一人で行くっていうのはね、そういうのはあると思いますけどね、はい、さてまあそれからですね、こうやっぱり海外の作品で、まあ、怪獣だとかね、そういった戦隊ものだとか、で爆発ものだとか、うん、いろんなのでもうどん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 こう樋口真嗣さんが出来上がっていくわけじゃないですか、うん、でその後なんですけれども、はい、海外の映画っていうのは、うん、どうなんですか、やっぱり、ね、その後森谷さんとか知ってると思うんですけど、うんうん、世代ですか、うんうん、バラエティっていう雑誌が出てたんですよ、角川、出てました出てました、角川からですよね、角川から、これ要はよくよく考えると、ちょっとその角川春樹事務所が、うん、いわゆる角川映画と言われるものを作り始めてから出した雑誌なんですよ、はい、だから言ってしまえば何だろうな、野生の照明とか、うん、薬師丸さんとか桃代さんとか、薬師丸さんのグラビアが出たのはもうその雑誌が最初で、それ目当てで買ってるわけです、グラビアそうそうそう、なんだけどあと結構そのもともとキネマ旬報にいた坂東さんっていう人が編集長になってて、うん、はい、だすごいなんだろうな、映画雑誌としてもかなりとんがった大島渚さんの特集があったりとか、はい、でだからその角川映画の宣伝をするっていうのもあるけど、その一方で好きなものや
をなんかこういろいろ取り上げたりとかしてて、でそれがすごい面白かったんですよ、その雑誌が。でその雑誌を通じて、まあ、洋画だったり、うん、その邦画だったりっていうところのなんか、はい、まあ、キネマ旬報とか読んでもなんか白黒のページばっかりと文字ばっかりとか、そうですね、やっぱ知恵がそこまでなかった、うん、まあ、怪獣とか好きだった、はい、知恵があんまりなくて、うん、文章読んでても分かんねえなみたいな、もうちょっと絵が欲しい、うんうん、今だったら本当シナリオ再録とか素晴らしいじゃないですか、うんうん、それ見ておーってなるんですけど、うん、シナリオと映画がつながらないんで、あ、そこそこ、うん、そうですよね、うん、でやっぱそれよりは写真とか多い方がいいなと思って、はい、かといってロードショーとかスクリーンって、うん、やっぱスター中心になっちゃってて、うん、映画ではなかった、確かにそうでした、確かに映画の紹介が欲しいのに、うん、必ずそのスターの写真が多い、記者会見のなんかストロボベタッと当たっちゃった、なんかこんな写真ここに持ってくんないみたいな、ちゃんと撮ってあげないみたいな、買ってましたけど ね、 一応 ね、 ね、買ってましたけ ど、ね、写真もなんか映画と違うな、うんうんうん、みたいな、わかります、わかります、でそういうのがあって、その中で本当バラエティーって雑誌が素晴らしくて、はい、でやっぱあとなんだろうな、ちょうど僕らは中学入った年ぐらいがスターウォーズだったんです、はい、そうですね、うん、でスターウォーズ一本っていうわけではないだろうけど、うんうん、やっぱスターウォーズをきっかけに、うん、特に洋画のありようが変わったんですね、それまでの、うん、ちょっとなんか閉塞感のある、はい、どっちかというとニューシネマが中心だったものに対して、うん、ちょっとそうじゃない、もっと言っちゃえばその映画として本当純粋なエンターテインメントとして、うん、そうですね、生き物として映画を迎えたら、当時だってスターウォーズとかってバカにされてたんですよ、当時は。そうですって言いますよね、うん、最初の、うん、中身がない、うん、ドラマがない、おっしゃる通りですみたいな、うん、でもドラマ以上の面白いものがあんだからいいじゃないかそれ、うん、もう僕ら当時思ったけどそれを言い返せるね語彙がなかったんですけど、はい、まあ、でも結局それがヒットしたっていうことで、はい、そういった映画がどんどんその後増えていく、そうですね、でそういう時期に、うん、それって結局いろんななんだろうな、子供の頃見た面白いものを自分も作りたいっていうフィルムメーカーの、はい、背中を押したことになるんですよね、それが、うん、ジャンルはいろいろあれど、はい、結局スターウォーズ1本が成功したってことで若い作家にある程度の予算を与えようっていうか、はい、そういう風向きができて、はい、それがなかったらそのイギリスのコマーシャルディレクターに、うん、なんかエイリアンとか作らせないわけじゃないですか、そうですよね、確かにそうですね、うん、そうだ、そうだ、すごいそこからドドドッと出てきて、そうだ、だからニューシネマの頃の作家性とは違う、うん、とはもうちょい娯楽寄りの作家が作ったものっていうのが次から次へと、はい、出てきて、それとちょうどバラエティー雑誌がそういうのを紹介する、うん、でなんか自分としても見に行きたいな、はい、そうするとピアシティロード、うん、それあの名古屋ではそういう雑誌はありますよ、ピアはあった、ありました、ピアって途中で全国展開してピアになったけど、うん、その前って多分ピアが駆逐した絶対あったじゃないですか、そのタウン誌みたいな、ありました、ありましたよ、うん、ありました、それなんてやつですか、そなんだろうな、大阪だとプガジャっていうのですよね、プレイガイドジャーナル、プガジャ、でもあのプレイガイドジャーナルの名古屋版はあったんです、あったんです、あったんです、うん、ありましたね、正しかった、うん、だからああいうのを見て、うん、名画座で、うん、これやってるとか言って、うんうん、それを見に行くと、チェックしたりね、うん、なんかまあビデオとかない時代じゃん、はい、そうですね、うん、この話って本当学生の人たちに話すと断絶があるのって、うん、まずビデオがなんでビデオで見ないんですかって言われるないんだよそんなものは何を言ってるんだみたいな、で一度見たらそれを再生できないから巻き戻したりできないみたいな、そうですね、だからもう記憶するしかないじゃないですか、ずっとメモ取ってるみたいな、良かったところを覚えてる、良かったところってどんどん良かったってこと以外忘れちゃうんで、うんうんうん、でずっとメモ取ってたりとかっていうのがすごいですね、なんかライターさんみたいな、なんか、ね、いやいやいや、でも、うん、忘れちゃうからね、だからあるじゃないですか、その頃って同じ映画見たとしてもタイミングがずれたりすると、うん、マウントの取り合いが始まるわけですあそこ良かったよねみたいな、そうだっけ覚えてね、バカで覚えてねえのかお前はみたいな、もうレベル超低いんですけど、そういうマウントの取り合いをするに勝利するためにもうメモる、もう、だから本当にね、洋画でバーッとメモったものが今、頭の中に、本当そうですよね、受験、ね、受験のためにね、いろいろしなきゃいけなかったもん、いや無駄です、いやでもそれがね、シン・ゴジラだったり
新ウルトラマンだった。だったし。たまたまそうなっただけで。つながってね、つながるんですよ。もう目も当てらんないですよ、ね、人生。そんなことはないです。いやいやいや、そんなことはありませんよ。今でもワクワク、ワクワクと映画を作っていらっしゃる、このね、本当に少年のような樋口監督。はい、まあ、あの、森谷さんも少年だなと思ったけど、もっと少年だった。いやいや、本当に。恐れ入ります。本当に。いやいや、そんなわけで、はい、さあの、5月の13日から公開の、この、はい、新ウルトラマンですね。もう私も見てましたけれども、森谷さんもどうでしたか。もうすぐ見に行きました、ね、もう本当に面白かったです。本当に息もつけないっていうふうに僕は人に勧めました。そう言って息もつけないぐらい面白いから見に行ってって、それぐらい本当に楽しませていただきました。本当に素晴らしかった。ウルトラマンが美しかったですよね。あ、美しかったですね。いいのよ、うん、綺麗なウルトラマンでした。綺麗でしたね。ってご自身でね、言ってますけれどもね。うん、いやいやいや、でも、あのね、うん、やってる時にそれも意識はするんだけど、うん、他にもいろいろなんかクリアしなきゃいけない状況、はい、大きく見えなきゃいけないとか、はい、それが CG に見えちゃいけないとか、そういうのもいろいろやってる時にね、うん、ついついね、うん、忘れがちとか、もうできてるからもう大丈夫だろうと思って、自分の中で、うん、明確にしてないけど、確かにね、美しさってすごい大事だったんですよね、うんうん、最初の段階で、うん、美しく見えるだろうが、そうですね、うん、もう森尾さんも全然なんかいろいろぜひ、私はもう隣にいますけど、いやもう聞いていただきたいことがどうぞ。いや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 、もう本当に何でしょうね、これってどういうことで新ウルトラマンを始めようってことになったのか、うん、これはちょっと僕聞きたかったんですけど、ね、また安野さんとそのゴジラからまたタッグを組むわけじゃないですか。やっぱウルトラマンってこう僕らのほらこう、うん、少年時代からのあれじゃないですか、憧れじゃないですか、うんうん、で、まあ、特に本当俺よりもやっぱ安野の方が好きなんですよね、自分でやる。大阪にいた自主映画、いた頃の自主映画とかで自分がウルトラマン演じてるんですよね。帰ってきたウルトラマンっていう、はあ、あの自主映画を勝手に作ったんですよ。で、はあ、でどっちかといえばその話は、はい、もう手の負えない怪獣が出てきて最後、核兵器でその怪獣やつもう町ごと焼き払おうってなって、うん、もうこれ以上どうしようもないって言った時に、まあ、ウルトラマンが やってきて、うん、ウルトラマンがその怪獣を排除するっていう、うん、だからウルトラマンが出てくるまでの話はほとんどシン・ゴジラなんですよ実は。ああ、なるほど、なるほど。うん、変わんねえなとか思いながらも、でもあの、そのぐらいでもその当時、やっぱで、しかも最後に出てくるウルトラマンが、うん、あの本人ってどのぐらい本人かっていうと、うん、あの、顔出しなんですよ。顔を出して、一応ウルトラマンの柄がついてるけどスプレーで吹いたみたいな銀色のウィンドブレーカー着て、下はなんか学ランのなんかズボンみたいな、冴えない大学生みたいなのが最後ウルトラマンで、その人間が変身するとその巨大な庵野秀明になるんですけど、それをみんな劇中の人たちはなんだあの人間はって言わないんですよ。みんなウルトラマンって言ってだからすごいおかしいのに誰も面白がってないんですよ、劇中の人たちは。すごい気になった話がずっと続いて、はい、で最後までそのまま終わっちゃうんですよ、はい、ウルトラマン、はい、怪獣倒してそのまま去ってくるみたいな、はい、でそれがねめちゃくちゃ当時面白くて、僕も本当だから高校3年ぐらいだったんですけど、そういうのがある。それって見れない。見れます。見れます。ね、あ、全然知らなかったです。ググれば出てくると思う、ね。あらあら、見たくなっちゃった。そのぐらい好きだった。そうですよね。だってこれ、うん、好きだ。もう、そうだ、好きだっていうことが画面、映画から伝わってきますもんね。で何年か前にその、うん、そうなんだって勝手に作ってるわけです。はい、スプレープロと関係なく。でも普通怒られるからなんだけど、許したわけです。スプレープロ。素晴らしいし、うんうん、しかもなんかわかんないですけど、エヴァンゲリオン作ってるね、クリエイターと仲良くなった方がいいだろうみたいな、そういう打算もあったんでしょうな。言っちゃってますね。わからないけど。うん、なんだけど、うん、その勢いで、多分、スプレープロと安野の間で、うん、シン・ゴジラの、まあ、前後なのかな、うん、そういうのやるんだったら、うちのウルトラマンもやりませんかみたいな話が
できてて、うん、あって、うん、でそれをまあ本人の中で別に俺はなんかまあ自分の中では他に、うん、まあ、まずエヴァをやんなきゃいけないとか、その当時は、うん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 、そういうのもあったりしたし、うんうん、なっていうのがあった時に、うん、まあ俺のアホ面を思い出したのかなで やないかみたいな話があって、はい、で本も本というか話が大体出来上がってるって、うんうん、で、まあ、それ読んだら、あ、まあ、今とほとんど映画と同じ話だったんで、うん、これはこれは面白いんじゃないか、映画の続きをやるよりはこっちの方が面白いし、うん、じゃあやりますかみたいなことで動き出した。なるほど。いやこれね、撮ってるのが2019年なんですって、うんうん、だから随分ね経ってるわけなんですけど、ね、うん、でもやはりこうご自身が大好きなものだったり、まあ、本当に世界中の人が大好きなものだったりっていうのをこう改めて自分が手掛けるってなった時に結構プレッシャーあったんじゃないですか、監督。そう思うんですよ、うん、私もね。ただね、それで言うと、うん、俺が好きなもんってどっちかというとウルトラマンとゴジラでいけば、うん、ゴジラの方が好きだった。あ、うん、なるほどなるほどなるほど、うんうん、ウルトラマンってやっぱ僕らよりちょっとあのとかもそうなんですけど、うん、ちょっとお兄ちゃん、うんうんうん、本放送で見てて、僕らはね再放送で見てるんですよ、うんうん、そうですね。放送の時はもうちょうど0歳児だったんで。だって1966年ですもんね、うん、スタート。そうなんですよ。だからね、そこそこ。リアルタイムで本放送は見てない。うん、見てないというか、見てたとしても覚え、うん、記憶にはない。だから、ちょっとなんだろうな、あの、距離感はあるんですよね、うん、自分からすると。うん、だから、好きだし、うん、多分だ、このなんだろう、この名古屋のこの中区でしたっけ、うん、中区にいる人間の中で多分1位は取れるかもしれないけどだけど、まあ、多分全国で言ったら俺1位じゃねえなぐらいの謙虚さはなんていうと中区の人を敵に回すかもしれない。いやいや、なんか回さないけど、うん、あの中区結構いますよね、人口まあまあまあ、うん、まあでもそうかそうか、だから取れたというのもあるんだよ。適度な距離の中ですよね。あ、かもしれないですね。好き、まあもちろん好きなんだけど、もちろん好きだし、でもそうした時にやっぱ安野の方が好きすぎてできないっていうのは、ね、ああ、なるほど、うん。冷静な目で見れた。冷静かどうか、ね、うん、ね、そうだね、冷静か、まあ、冷静かどうかそれなりにテンション上がってましたからね、はい、いやいやいや、キャストが ねもう本当にそうそうたるメンバーなんですけど、はい、これは、うん、皆さんで考え、まあ、こういうのだいたいよくね、うん、キャストって監督考えられましたって言うけど、はい、まあ俺一人じゃないよ、ね、うんうん、いろんな相思相愛だったりとか、もちろんこのプランで行きたい、いいなと思ったりはしてますけど、うん、でも真ん中の人たちは大体そうですね、うん、そうですね、伊藤さんがね、はい、シュッ変身するとき、変身って言わないか、まあ 変身ね、変身でいいのか、綺麗でしたね、ピキってねやるときですよね。いや、斉藤匠さんはなんかこうウルトラマンへの思いっていうのはご自身個人的にお持ちだったりしたんですかね。うん、俺もね、それは、うん、撮影終わった時ぐらい、うん、本当多分その時はね、この話はしないようにしてただとは思うんですけど、うん、お父さんが、うん、元某制作会社の偉い人なんですよね。はいはい、赤坂にある。それは、はい、オープンになってるんですよね、もう。オープンになってると思います。はい。僕も知ってます。はい。で、その世界に入る前、うん、まあ、そういう会社できちんと仕事、うん、きちんとっていうか、会社に入る前は、うん、結構フリーで、っていうかみんなそうです、はいはい。フリーでいろんな現場に行ったんですけど、その時の最初は、ウルトラマン太郎の火薬係の助手だったっていう。なるほど、なるほど。これは運命だなって、ね、そうですよね、そうか、あ、そうかそうか、そういうのもあって、はい、で今回ですかね、まあ、ですから、まあ、うちもそれを知っててお願いしたわけではなく、うん、純粋に、うんうん、今この年代で、うん、ウルトラマンがとしてなんかこう、うん、社会も、うん、作品も含めて全てが受け入れてくれる存在って誰だろうと思った時に、うん、やっぱ斉藤君が真っ先に。うん、ありがとうございます。
西島さんとかね、もうね、そうそうだるメンバーですけど、あと、撮影がすごい面白いなと思って、この家督隊の、あの撮影方法、撮影方法、うん、あの覗き見してるみたいな、なんていうのか、うんうんうん、あれどうやって撮っ、うん、いや、そういうところにカメラ置いてと、でもそうなんですけど、ああいう撮り方が面白いなと思って、こうみんなこうパソコンに向かって、こう、まあ、まさにこういうんですよ、はい、まさにこうじゃないですか、で本当にこう、パソコンから撮ってるみたいな感じの映像もたくさんあったりして、あれを本当にパソコンのモニターに iPhone を置いて、iPhone ですよ、あれは。はあ、それであの映画ができちゃってるわけです。皆さんに苦労をおかけしてというか結構あの普通のカメラでお芝居基本撮ってるんですけど、うん、やっぱそういうちょっとなんかトリッキーな感じの絵を挟むことで映画にリズムが出るんじゃないかなっていうのをやってたんですけど、まあ絵が揃わないんですよね、やっぱり。ああ、なるほどなるほどなるほど、うん、そのご苦労はあったわけですよね、うん、今もうちょい良くなったらしいんで、今のは、はい、あの、うん、なんかちゃんとなんですか、その、あの、いろいろ色をいじる前の状態の、はい、画質でちゃんと録画できるようになってるんで、そうなんだ、今は良くなったけど、ちょうどね、あの端境期だったら結構大変でしたね、うん、あ、そうか、2019年ですもんね、そうですね、まだ iPhone11 でもそうか、そうです、なるほど、あとですもんね、今素晴らしいと思います、うん、今の方が、今真似した方がいいと思いますね。その前に斉藤さんが白石和也さんとやってた麻雀放浪記2020、あれも iPhone で、ね、あれも11じゃなかったんじゃないかな、もっと前ですもんね、うん、どんどんできてきますね。できてきちゃいますね。面白い映像だったので、うん、うん、突然ああいうのが出てくるから、家督隊のところの会議ね。うん。でもすごくこうなんていうんですか、その分こういろんな絵があるからすごくリズミカルなそのシーンになってて、はい、もうだから息もつけないって僕最初言ったんですけど、うんうん、そのずっとこうなんかこう見ちゃう、そのままずっと見ちゃうっていう感じの。効果にすごいなってたんじゃないかなと思いましたけどね。そうですね。公開したばかりだから、やっぱりあの、うん、あまりこうね、いろいろまだ喋りたくないんですよ。あの、この間もラジオでも、すいません、もう喋りませんって言っちゃったんですけど、とにかく見てきて。ね、見て、とにかく見てほしいですからね。これ、本当そうですよ。いくらでも僕も喋れる、作ったぐらいですからね、喋、うん、れるんですけど、喋ったことを聞いちゃうと、かえって、なんか見たときに面白くなくなる可能性があるんで。うん、なるべくプレーンな状態で見ていただけたらなと思って。そうなんです。はい。まあ、あっという間だわね。あっという間の時間じゃないですか。1時間あら。もう、ね、あと3分あと3分ですって。皆さん。ウルトラマンじゃないですか。あと3分ですよ。本当に。そうね、カラータイマーないけどね、今回、ね、今回はカラータイマーないですよね。そうそう、ないんですけどね、まあ、そのあたりもあの美しいウルトラマン見ていただきたいなと思いますの で、うん、で今後はあの、まあ、今始まったばかりなんですけど、うん、ここなんか決まってても言えることみたいな、わ、うん、まあ、白石和也さんだった、はい、また そういうやつかと思われがちでございますいやいやいや、仮面ライダーブラックさんというですね、ね、うん、それも配信中心にやっていく10本のシリーズがある、うん、西島さんですよね、ええ、はい、でこれがまた西島さんが編集、やっと念願の編集ができるあこの時はねできなかったからね、次はできるぞみたいなね、あ、その辺もすごい楽しみにしてます、もうそれ上がってるんですよね、そうです、仕上がって、いや、まだやってる最中です、もう絶賛やってます、はい、だからこんなところにいるとまずいんです、そうですね、じゃあまずいんだから、ここどこだ、ここはどこだ、リモートだから、リモートですよ皆さんね、これね、リモート、はい、でお送りしておりますというね感じです。でも本当まだまだ目が離せないね、いや、ライダー、いや本当にラックさんはすごいですから、はあ、まあ、白石監督が一瞬ね、ウルトラマンに。それは言っていい。それ、ね、うん、それは全然言っていい。うん、そう。ね、言っていいんですよね。僕今ちょっとドキドキしながら言っちゃったんですけど。もちろん、もちろん。
一瞬出てらっしゃいましたよね、白石監督。本当、いや、ちょうどウルトラマンの衣装、まあ、東方のスタジオの中で、うん、まあ、同じように衣装合わせしてたわけですよ。うんうんうん、で、衣装合わせ終わって、次の役者さん出てくるまで、うん、ちょっと時間あるし、下でタバコでも吸ってようか、うん、俺は吸わないんですけど、まあ、プロデューサーとか吸い、うん、下に吸いに行くって、大体その、なんていうんですか、その偉い人というか、なんか、なんかタバコ吸ったりするじゃないですか。で、タバコ吸ってる、タバコ場で話が決まったりするじゃないですか。そうそうそう。します、します。ね、するみたいです。みたいですね。すうん、それが、だからすごい嫌で、俺。吸えもしないのに、じゃあ俺も下降りようかなみたいな。なんか後でさ、下で決まったからこういうのいいよねみたいな、確認だけ俺のところに来るみたいな。決まった場にいたいわけ。まあ、本当はね。まあそれで下にいたら、ちょうどあそこのセンターホールって、はい、スタジオのなんだかな、大会議室があって、僕がガチャッと開いて、ドヤドヤドヤってみんな出てきたんですよ。それちょうど全裸監督2が延期になったっていう。なるほど、山の星。はい、19年ですね。そうだね。で最初白石さんやるはずだったんですけども、うん、白石さんですけど、お久しぶりですみたいに言ったら、なんかすごいもうなんか仕事ないですかねみたいな。で多分その時の仕事っていうのはおそらく、まあ、演出したいっていうね。あ、そうですね。まあ全裸監督亡くなっちゃった、はい、うん、でそこでパッと思いついたら居酒屋の店長って。でその出てらっしゃいましたね、本当に。ねえ、びっくりしました。出てましたねって、私も LINE しちゃいましたよ。もう、ね、もう一瞬なんですけど、はい。でもずっといたんですよ、あそこに。ずっといたけど、ほとんど映もう、あそこって、意外といろんなアングルで撮ったんですけど、でもやっぱり難しいのって、あの二人の会話を周りの人が聞いてるように見えるとよくないんですよ。なるほど。あの二人の話っていうのは、はいはい、あの二人にしか聞こえてない、うんうん、なくて、周りの人たちは、こう、なんだろうな、自分たちの暮らしをしてるっていうふうにしたいんだけど、うん、カウンターの中にいる居酒屋の大将だけもうどうしようもなく見てるんですよ。そうそうそう。で本人はずっとさ、やっぱ聞こえてない方がいいですよねって本人も分かってるから、うん、はい、だからずっとそのとっくりとかそういうなんかおちょこを磨いてるんですけど、ここまで磨かねえだろうみたいな。ね、そんなところに出ていらっしゃるということなんですが、はい、まあでも、それでもね、ぜひチェックしていただきたいですよね。お時間があれば、うん、ね、白石さんと樋口さんとこうやってまた出ていただくといいですね。ね、そうですね、それも楽しみですよね。3時間ぐらいかかりますけど、いいですか、それ。はい、大丈夫ですか？3時間スペシャルですね。はい。というわけで、守屋さんもお仕事に戻らなきゃいけないので。はい、樋口さんもお仕事、はい、お昼ですからね、名古屋で、ね、次の名古屋飯に行っていただければと思います。そうそう、はい、というわけなので、お一言いただけますか、いいですか、はい、ぜひ監督からまた一言、最後に一言。もう本当、何度もね、すごいようですが、こう新ウルトラが手が消えちゃう、消えない消えない、消えない。新ウルトラマン、デサン上映中でございます。ぜひ映画館で見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、樋口真嗣監督にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。って言って、はけていく感じ？フレームアウト。いやいや、はい、リモートっぽくやりましたね、今日ね、リモート、はい、いるんですよ、いらっしゃるんですけど、リモートっぽくお送りさせていただきました。はい、ということで、はい、守屋さん、今日はお忙しい中だったので、面白かったですね。いや、すごい面白かったですし、今日のお話を聞いて、僕、もう一回見に行こうと思います。でしょ？ね。シン・ウルトラマン。はい、ぜひぜひ。皆さんね、見てください。ネタバレは禁止でございますよ。よろしくお願いいたします。はい。はい、今日は名古屋にあります、名古屋ビジュアルアーツさんで、うん、はい、お借りしまして、はい。やらせていただいております。また僕もまた行きたいです。ビジュアルアーツさんにね。うん、ね、はい。お越しになってください。お待ちします。はい、すいません。はい。配信はですね、5月の20日金曜日、今日イレギュラーで8時からとなっておりますけれども、はい、毎週金曜日は19時からの配信になっておりますのでね、はい、ぜひ皆さんまた見てください。チャンネル登録もお願いいたします。来週は、はい、来週のあ、もうほら鈴木ちょっと応援したい、あ、そうそう、応援、応援企画、うん、ね、若手応援会ですね、はい、はい、生きててよかった、はい、っていうですね、はい、ボクシングの、うんうん、
お話を取られました鈴木太一監督、はいはい、に、来ていただこうと思っておりますので、そちらもお楽しみにお願いいたします。はい、ということでまたドラシネよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お仕事に戻ってください。はい、戻ります。ではまた来週です。これ誰これ誰これ誰監督ありがとうございました。